こんな始まり方だったっけ。マリオパーティーエイト、というわけでどうも皆さんこんにちは、ウルです。というわけで、ね、今回からマリオパーティーエイトやっていくわけなんですが、おすげえ、なんかタッチできる。え、逃げるな逃げるな逃げるな、これもしかして全員タッチできるのか。あ、全員タッチできる。ルイージョなんかいろいろ言ってんで、ね、2007年のゲームなんだってね、マリオパーティー8。で、今回はマリオパーティー8やっていくわけなんだけど、まあ、一面もいるし、ドンキーもいるね。うわ、何、なんか始まっちゃった。ルイージスタート。いや、いい、いい、ルイージ出てくんな、出てくんな。で、マリオ、俺を殴るな。いて、くそ、こいつ、俺を、必ず俺の顔面殴ってくるな、こいつ。まあ、というわけで、スタートをしていきましょうか。ちなみにこれ、何気に、昔のデータだから多分、あれなんだろうけどさ、うん、セーブファイルを作成してもよろしいですか？あ、そうだね。何もしてないが、初期の段階だね。やっていきましょうか。で、ニュー、やっぱ全部ニューだね。最初はミニゲーム少ないんじゃなかったかな。まあ、とりあえずね、やっていこうと思うわけなんで、うおお、俺のミーの顔印象深いな。2021年8月31日日付更新どうなってんだよ。日付どうなってんだ、俺の Wii U の日付。2021年8月31日今2023だぞ。うわー、なんだこいつ、こんなやついたっけ。お、声意外とのぶといな。目怖くない？目怖くないこいつ。目と口怖くない？なんか鼻の穴黄色いしね。で、どんな感じだった？さっき声。さあ、カーニバルへようこそ。こんな感じだったよね。この人がやってきました。さあ、カーニバル。このカーニバルではスーパーサーを決めたり、ボールゲームやミニゲームを遊んだり、とにかくみんなで楽しめるミラクルイベントだ。いや、顔怖えなこいつ。私は皆さんの案内を務めるコンデューと申します。日本人ネームだな。そして頭に乗ってるのがパートナーのトーレです。あー、め、その頭の帽子のやつ、ね、お前の目じゃねえのかよ。ごめん、その頭の帽子が目なのかと思ったら怖すぎだろと思ったら、あ、その帽子のやつも、うん、字が持ってんの。トーレ、はあ、トーレさんですか。え、そういう感じの声なの。よろしく。この3人で皆さんをご案内するので、よろしくお願いします。さあ、このスターカーブルには5つの遊び方があります。5つもそんなありましたっけ。まずはどれで遊ぶかを選んでゲーム始めてください。それじゃあ、レッツスターカーニバル。どこ行くんだあいつ。というわけで、なんかスターバトルブースターの、スーパースターメンズライバルとのバトルにします。一人用ゲーム、みんなでボードゲーム、エクストラとかなんかいろいろあるけど、ミニゲームブース、あー、で、カーニバルカードアイテムを交換し、ミニゲームの記録などが確認できますらしいね。まあ、とりあえずはみんなでボードゲーム楽しめるパーティーってのが多分これだよね。いつものあのスゴロクのやつだよね。これやっていこっか。そうだね、これからやっていきましょうか。マリオパーティー。で、パーティーブース。お、演出いいね。演出いいね。で、これでキャラクター選ぶ。何これ、バトルロイヤル。え、ルールとか確認したいんだけど。バトルロイヤルって何？バトルロイヤル？そんなルールあったっけ？何？え？知りたい項目、いや、ちょっと、いや、なんかいろいろ、なんかこういうのは自分で管理してくらいいいもんだから、ちょっとま、とにかく戻ろっか。なんだあの、コンドゥの動き。コンドゥの動き何？で、何？タックマッチ、デュエルマッチ。あー、まあ、普通にバトルロイヤルでいいよな。で、1PV、コンピューター、コンピューター、コンピューター。難易度とか選べないのかな？で、とりあえず、ま、俺はルイージ。あ、てか、ゲッソーと、ハンマーブロスも選べんだ。隠しキャラクターなんだね、この二人。の、ゲッソーとハンマーブロスってなんか意外だね。あと、ドンキーいないな。ドンキーない代わりにキノピオが今回はあれなんだ、いるんだね。あ、テレサもいるね。カロンもいるわ。なんか珍しいメンツいるね。まあ、デイジーはいつものことだな。まあ、とりあえずお前はいるだ、ブタバナサウルス。で、そうだな、まあ、ワリオだな。んで、ワルイージー。誰がいいかな、もう一人。誰がいいかな、こいつしてやるか。あまり賛成してないし。で、これでオッケーして、15ターン。何ターンとか選べんの。20ターン、25ターン。20ターンぐらいにしとく。長かったらあれごめん。20ターンに一回試してみて、動画時間長かったら半々に分けるかも。で、オールミニパックで、ボーナスターって何？ゲームの終わりに、あ、ボーナスターありでいいね。オッケー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 。で、これオッケーにして、CP の強さ設定。あ、強いプラスとかあるで、もうそれ強いに決まってるでしょ、全員。俺強いから、ハンデの設定いらんいらん。むしろ俺があいつらにハンデあげてもん。あ、で、クッパステージは選べないんだね、ここの。このクッパステージは選べないっぽい。で、キングテレサミステリーとかなんかいろいろあるな。懐かしいな。どれだけ、俺クリボーのステージ好きだと思われるから、クリボーからやっていい、みんな。ドンキーってか、お前ステージ配置なのか、お前。この野郎目潰してやるわ。で、じゃあ、クリボーのオーシャンロードがちょっとやってみようかな。というわけでやっていきましょう。ミニゲーム慣れ、ウィリモコの動き慣れてなさすぎるな。やばいな。負けるかもしんない。
で、どうも、クリボーのオーシャンロード。うわ、懐かしい、モンテ族もいるね。画質が物語ってるね、当時の技術を。一応 Wii U でやってんだけどね。で、スキップとかしなくてもいいと。さあ、太陽の下、宝島につながる一本の道、オーシャンロードだ。このステージの説明聞きますか？できれば聞きたい。最初だしね。ここは一本の道を進んで宝島を目指すステージだ。はぁ、あ。宝島に着くのはコインを払わずにスターが手に入ります。ああ、金はいらないんだ。で、途中にはコインを渡せば遠くのマスまで運んでくれるリフトタクシーがあります。ドルフィンだけどね、あいつドルフィンだっけ名前。コインを使ってリフトに乗ったり、キョップレで買ったキャンディーを使ってたくさん進むんだ。ああ、そのために金を使ってわけか。ではターンの呪文を置きます。リモコンを上に打ってサイコロブロックを叩いてください。まあ、こういうのは勢いよ、一番最初から。はい、どっこいしょ。強い、今回強いぞ俺。順番が決まりました。1番ルイージー、2番キノピオ、3番ガロイン、やっー、4番ワリオ。というわけで、さあ全員順番決まりましたね。で、ここに皆さんに10コインのプレゼントです。あ、金くれるんだ、ワイルドだ。で、1人だけ1枚多いんでしょ。今回皆さんが目指す場所はここだ。どこだ。わわわ、ここまで来ればわしがスターを叩いてやるぞ。声高えな。さあ、それでは始めましょう。レッツパーティー。やっほー。まあ、最初は景気よくいきましょう。で、ルイージスタート。かっこいいな、顔。じゃあ、いきますか。そうだね。で、これマップとか見れるのか。で、スクロールマップとかあるんで、まあ、とりあえず振りましょう。10! いきなりなんか目がでかいな、今回。で、なにこれ、何キャンディ、ドッスンキャンディ。そうそう、これがね、まあ、前回で、サイコロの、マリオパーティースーパースターズとかでいう、あれだね、サイコロのアイテム系のやつだね。で、なにこれ。このリフトタクシーに乗るには20コイン必要ですよ。いや、なら言うなや。ならスルーさせてくれよ。で、オッケー、13コイン。いいね、いいね、いいね。幸先いいですよ。え、キノピオ。キノピオ。で、お前は何 ?8 なんかみんなでけえな、倍率。で、お前は何そのキャンディ、怖いんだけど、ドッスンキャンディ。ドッスンキャンディ怖すぎない？なんであいつはスルーして、俺の時は話しかけてきてる、あいつはスルーしたんだよ。ずるすぎません？ニャーン、というわけでキャサリンですね。ありがとう。はい、というわけで10マス。お前も10かよ。みんな10じゃん。てか、俺先に行くほど不利じゃない、ドッスンキャンディ持ってる人がいるってことは。怖くない？並ぶな。やったわ。来んな、来んな。みんな目でけえな。じゃあ、わさとかしワリオもでかいんだろうな。5。待って、お前、ハテナマスじゃねそれ。ん？これ、モンテ族のとこ行くか。あ、よかった、ギリ。ギリ外れたね。ギリ外れた、オッケー。で、ミニゲームか。ごめん、足引っ張るかも、タックになったら。1対1にしてくれ。1対1、1対1、1対1。オッケー、4人よ。で、どういうミニゲーム？何のミニゲームも覚えてねえよ。どれがどのミニゲームだか。で、え、これ。え？今何時？え、今？知らんよ。で、ちょ、待って、ルールとかで、ルールとかみたいな、ルールは。時計の針を見本と同じように合わせよう。うん、うん。あ、長針と短針があるわけね。で、見本の字を近づいて通り過ぎてしまわないです。時計の針のスピード調整。まずどういう操作？あ、こうやって針、こうやって回すのね。オッケー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 。まあ、とりあえずやってみるしかないか。さっきのルール説見た感じだとこんな感じじゃない。だから単身がなるべく近い場所の方に移動させないといけないわけね。結構むずくねえか。しかも相手コンピューター強いだからね。いきますか。おお、すごい。なんだこの時計屋。個性豊かな時計ばっかだな。で、いやもう時計狂ってんじゃん、これ。え、どっちかに回すかが重要なわけで。で、どっち？え、こっちね。あいつらもうすでに早くね、動き。すでに、俺よりも早くなかった。俺より動き早かったよね。で、ここら辺で。あ、ちょっと待って。意外と合わせるの大変。あー、悪いよ！くそ！いや、微調整むずいな。微調整むずいぞ、みんな。で、こっち行って。ちょ、ひねってひねって。オッケーオッケー、ひねった。で、ひねった。ここら辺で若干ゆっくりめに。ちょ、下、下、下、ちょ。逆、え、ちょ、逆。あー、ワリオ強え。ちょ、ワリオ強えんだけど。くっそ、ちょ、待って、微調整6つ。ちょ、微調整むずいむずいむずい。ちょ、待って、これはまずいまずいまずい。なんであいつは逆側から回ってんだ。ちょ、これ。ちょ、待って、これ、微調整、微調整。ちょ。オッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいぞ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 よ。次。で、次は。こっちね。オッケーオッケーオッケー、こっち回して。やべ、ワリオ近すぎね。いや、お前かい。お前かい。お前が取るかい。あぶね、ワリオが取らせたからよかったけど、マシマシマシ。オッケーオッケー、じゃあそのまま回してって。いや、これ、場合によっては次の人が有利になるな。オッケー、よし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 、オッケーオッケー。あと一回、あと一回。ワリオ近くんなよ。近くんなよ。やばい、これはまずいかも。結構みんな、どっこいどっこいだな。で、ここら辺で。いや、まずい。あ、
はい、オッケー、よしよし、危なかった危なかった、ギリ間に合った、オッケー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 、あー微調整むず、うん、ルイージウィーン。いいね、ルイージ。そのポーズなんだかわかんないけど、いいね。オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、このまま採石記憶行きましょうか。いいね、俺1位だ。いいね、今とも順調よ。で、俺のターンね。で、これキャンディーとか見れんのかな。で、俺のキャンディー、これ何どういう効果、移動中ぶつかったライバル踏みつけコインを半分。サイコロの目とか別に増えるわけじゃない。これまずくね、1とか出したら俺踏まれない全員に。あ、よかった9だわ、でかいな。で10出るんだね、サイコロで。あ、なおさら俺キャンディーで、キャンディーで分かってって、買ってく買ってく、なんかキャンディー買ってこっか。いらっしゃい、ドルミクトン名物フルーツたっぷりキャンディーがいっぱいモンテ商店だよ。はあ、でなんか、あ、3個のキャンディーあるとこあるじゃん。20コインか、でも20コイン払う価値ありそうじゃない。でこれは何、ルーレットで決定したライバルのマスにジャンプで、コロコロキャンディーぶつかったライバルが10コイン奪う。10コイン奪って意外と魅力的だけど、俺が今先頭だからな。スーパーキャンディーもらっとこうか。スーパーキャンディー買うのかい。オッケー、まあね、これでね、コインは半分されることもなくキャンディーをゲットして、あいつらが前に出ようものなら俺がドッスンキャンディー踏み潰せばいいだけなんで完璧でしょう。で、10マスってどこだ ?7、6、5、4、3、2。おー、そこね。あー、2出せばドンキーいけるな。2出したいね。これ使うかな、ドッスンキャンディー。使うよね。これ見た目とか変わるんだっけ、確か。うおほほほほ、量子分解。うわ、生首。ふふ。危な、9出しやがった、こいつ。キャサリン。キャサリンが一体何したってんだ。危な、怖っ。これキャサリンも使わない、ドッスンキャンディー。まあ俺はね、コインも6枚しかないんで、失うもん何もないんで問題ないでしょう。ヤッホーって、キャサリン。さあ何出す。あー、ドッスンキャンディー使わねえんだ。まあちょっと射程圏内でキャンディー買ったな。何キャンディー買ったんだ、5コイン。あー、ダブルか、ダブサイ買えるんだ。なるほどね、いいね。54321、ありがとう。さあというわけで次ワリオ先輩、ワーリオタイム。はい、何 ?9。お前も堅実だって、お前が一番遅れてんな。大丈夫かあいつ。ね、金ゲット、危なかった。ワリオが一番強敵かもね、今回ミニゲーム。次なんだろうね。2対2とかかな。2対2もあるからね。4人よね、オッケーオッケーオッケー。次なんだろう。さあ、選ばれるのは何？何これ、回して旗揚げ。回して旗揚げ。俺はお手上げ。そういうこと？操作説明は縦持ちかな？ルールは？ハンドルぐるぐる回して旗を上げましょう。正しい方向に回さないと旗は上がりません。ハンドル回す。こういうこと？こういうことね。オッケーオッケー。今日俺の早すぎてちょっとあれだわ。カーソルが合わないよ。こんな感じで、こんな感じで。オッケーオッケー。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。オッケーオッケーオッケー。やってみよう。右回りでいいのかな？反時計回り。いや、時計回りか。とりあえずやるしかねえな。オッケー、行きます。これ、手首すげえ疲れで。行くか。早いのかどうかわかんねえ。ちょっと右線サーバーが上の方にあるからさ、上に振ってたらなんかいけたわ。オッケー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 。で、10コインありがとうございます。まあ、達人クラッシュだけやっぱ俺の相手にならんよね。調子乗ってんな。正直一番怖いのは運ゲーだからな。まあ、というわけで、ここは一回ちょっとキャンディ使ってドッスンキャンディ持ってるあいつから逃げよっか。一回逃げよう。一回逃げましょう、ここは。一回逃げます、私。まあ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 、3個も使うんだから、しかも1から10出るからね。うおー。演出過剰じゃない？ただ飴舐めてるだけだよね、これ。じゃあ行きます。おい、4。おい、6。あれ？まだ1出た。あれ ?12。3個使ったのに。あ、30個必要ですね。なんでそんな急に値上げしてんのあいつ。俺に対して値上げしすぎじゃない？あー、このリフトンタクシー20コインですよ。くっそったらあいつ、俺が来るときだけ値上げしやがる。エキノピオスタート。お前何出す？3ね、オッケーオッケーオッケー。あぶな、ドンキーマス止まるとこだったじゃんこいつ。何あの DK マスってか。ドンキーマスって多分絶対当たりだよね。これドッスンキャンディ使うか、復讐するか。あ、復讐チャンスだ。復讐は冷静にだね。うわ、怖い、キャサリンの生首。はい。お、危な！お前も、いや、危ねえ、お前もギリギリだな。すごい、キノピを殺すことだけに長けてたな。いいね、底辺同士の争い。俺、高める見物だね、今。で、ワリオ先輩、ワリオ先輩で遠すぎるな。え、使うの？届く？それで2とか出すのやめてよ。それで2とか出すのだけやめろよ、ワリオ。ほんと頼むぞ。ワリオ。ワリオ？ワリオ？さっきは一人何してんのお前は。まあ喜んでるみたいだしっか。
で、次だね。さあ、ミニゲーム4人用かな今回も。4人用だね。まあ、最初の方は4人用だけなのかな。まあ、そうっぽいね。まあ、とりあえず、次のミニゲーム何かな。止まっ、何これ。カートでレーシング。そういうことは、あれかな、ハンドル操作かな、マリオカートみたいな。あ、そうっぽいに横持ちだ。で、ルール、レーシングカーでライバルと競争します。コースを2周したらゴール。大きなカーブとかインコースになってタイムを縮めよう。操作。ハンドル操作、アクセル、あ、で、ハンドル操作、あ、横、あれなんで、ほんとマリオカートみたいな感じで、横に傾き、ジャイロ操作ね。オッケー。で、アクセルとブレーキね。2がアクセル。オッケー。じゃあ行きましょうか。いきます。おー、こんな感じなんだ。画面分けする必要ある。コンピューターだぞ、相手。相手コンピューターで、ちょ、邪魔だな。ちょ、お前邪魔すぎじゃね？あいつ邪魔すぎ。オッケー。で、こっち行って。おー、オッケー。いいね。で、こっち回ります。オッケーいいよ。で、ここ、ちょっとブレーキ踏んどこうか。オッケー。ちょっとあいつ押してきやがる。あのキャサリンとかいうやつ。あのキャサリン、インコース。オッケー。いいね。で、こういうカーブ。あ、これで一周かな？あ、で、やべ、ダート入っちゃった。遅くなった。くそ。ダート入りすぎるのもよくないね。オッケー。邪魔なキャサリン、オッケー。で、こっち行って、オッケー、いいよ。まあ、そんな難しくないね。操作性は割と直感的って感じ。で、こっち曲がりますの。で、こっちすぐ曲がりの。ちょっと、あ、ちょっとここら辺ちょっと。やべ、まあ、次でなんとかなる。オッケー、オッケー。いいよ。さあ、強いね、俺。やっぱ強いね。オッケー。一回でもダート入ってアウトなわけね。オッケー。強いプラスになったらやばそうだね。またワリオペケだった。うん、ペケだったね。ルイージポーズどんなかでもあのルイージウィーンってセリフ言うんだね。オッケー。今のところなんか順調すぎて怖いな。後半から絶望見そうね。さあ、というわけで俺のターンでございます。さあ、金もあるし、今ドッスンはキャンディー扱う必要ない。てか前に誰もいない。3危な。で、これでロンゴさんのフルーツキャンディー、はい、買っていきましょう。金はなるべく使っといた方がいいな。よっしゃ、ドルビクトン名物だよ。まあ絶対3だよな。もう一回3個買っとこうか。これ絶対欲しいわ。これ絶対欲しい。今、だってあれだもんね。ハプニングマスとか何も踏まずに、ただ堅実で進んでってね。で、スーパーキャンディー手に入れて、じゃん、オッケー。まあ今のとこなんか普通だね。1とか出すか。危な、9! お前目出すぎだろ。でもあいつまだタクシーには乗れない。ただあいつミニゲームに勝たせた場合アウトだ。てか、あの黄色のマスはなんだ。うわ、ダブサイか。いいんだぜ、前に出てくれてもいいよ。前に出たら俺がドッスンキャンディー使うから。おい、来いよ。ジョーン。でかい、ゾロ目ボーナス。なんと数字が揃いました。これは珍しい。10コイン差し上げます。ずるちょっと、12マス進めて、プラス、ずるすぎだろ、あいつ。金失いそうじゃない、あれ。うわ、払った。どれぐらい進むの、これ、タクシー。次行きますよ。しっかり止まったんだね。進みすぎじゃね。ちょ、待って。あの魚進みすぎだろ。あの魚だいぶ竜、あれだ、使った方が良さそうだな。到着。うん、そして金を失ってる。まあ、コインは必要ねえからな。あれ、スターもらうのに。俺も急いだ方が良さそうだな。で、6。うん、何創業するんだろ。俺らが手伝ってやるよ。うわー、投げ飛ばされてる。いや、こっちみんな。というわけでね、さあ次のターン行きましょうか。さあ次。おい、キャサリンリンチが始まる。キャサリンチだね、キャサリンチ。いや、またキャサリンが俺たちをリンチするのかもしんない。どういうタイプ？いや、キャサリンが俺たちをリンチする系だね、これ。絶対そうだわ。で、お互いにルール説明はあれ、ステージに逃げ回る3人をマシーン乗って追い詰めよう。制限時間30秒。あ、見た感じなんかそこら中に穴開いてんね。ジャンプして避けろ的な感じか。操作方法は？あ、違う、これお前の操作方法か。違うのね。移動でジャンプね。なるほど。移動とジャンプで十字ボタンと2だけね。オッケー。結構シンプルでいいね。どこだよ、ここ。ルイージつま先立ちで立ってんな。で、おぉ、なんだ、どっから仕入れてきたんだ、こいつ。ワイリーみてえだな、お前。こっち来んのかな。やばいな。これ、どこに来るかわかんねえな。どっち来んの。俺かよ。俺来んのかよ。俺に来んなよ。ほっ、危ねえ。オッケー。諦めて、バカがよ。さあ、ワリオたち頑張って逃げてくれよ。お前ら強いもんな。ちょ、踏むな、バカ。あのワリオのせいで、全滅した。あの野郎のせいで、キャサリンに、で、キャサリンなんか中指にでっけえ指輪つけてなかった。どこ行くんだよ。
くっそあいつしてやられたな。いやワリオが悪いわ今のは。何あいつ1位取ってんだよ。あいつキャサリンに賄賂渡されてるって絶対。キノピオも踏まれてねジャンプできなかったもんね。許せねえわあいつ。でもみんな俺もスーパーキャンディやむを得ず使うしかねえわこれ。スーパーキャンディ食べましょう。オッケーオッケー、行こう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 。でこれでもうキャサリン近づくしか俺には方法ない。はいエンチャント。すげえこの演出過剰すぎるよね。もうすぐ風呂。オッケー。10。もうすぐ風呂。10。すぐ風呂。すぐ風呂。8。すごい !28 マス。最強じゃんもう。あーバイオキャサリン、俺は先に行かせてもらうぜ。一気に行った、一気に行った、強っ。よくばりだぞ、急いな。お前にはこれを与えよう。これそんなんだったっけ。で、これスターくれんの。あ。いや!いや、声、ルイージ高い、急に。イエス、ルイージは、おー、いいポーズ、何のポーズか分かんないけど、セーフ、セーフってやってんのかな。ガリはカモメ送ってくるが、さっと帰んだぞ。カモメが?おー、本当に返してくれる。何このやつだ。すごいやつだ。あ、で、スタートシーンがもう一回やり直してわけか。オッケー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 。で、1。で、コイン3枚ゲット。いいね。まずはスター1個着実にゲット。で、キノピオ。お前も多分コインが少ないからまだルイフトは使えねえよな。いけるんかい。あれかな、順位に関係するとかありそうだね。それじゃあいきますよ。しかつかまってない。まあ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 。たとえここでこいつに変えたとしても1枚目で俺と並ぶぐらいなんで問題ないですね。はい、オッケー。で、7、5、4、3、2、1。危ねえ、あいつ。あいつ、ハテナマス止まりそうだったな。あのハテナマスなんだ?ね、キャサリン先輩。で、1、急に牛歩。こいつ金を確実集めてキノピオ潰す気か?いや、無理だな。で、ワリオ、お前は何があったんだよ。お前一人だけどこにいんだよ。お前強いじゃなくて一人だけ普通なんじゃないのか。で、15。何があった?あー、あれがコイン10枚奪えるってやつか。あまり前に行き過ぎても良くないのが辛いね。意外と考えさせられるゲームだ。で、次のミニゲームね。いいね。楽しいね、マリオパーティー8。で、次は、4人用ね。4人用で次はどうなる?なんかホームランみたいなのもあんな。何が来るんだろう?怖いね。で、なにこれ?水上でスキーに、あー、ボーナス系かな?そうっぽいね。で、ルール説明は多分コイン系だろうけどね。ボーナスミニゲーム。あー、そうだね。オッケーオッケー。ジャンプ台の上にはコインがあるので狙っていこう。あれね。でも、これの上にコインがあるか、それを狙っていけってわけで、左右移動。あー、ジャイロだけでいいのね。いいね。ウィーリモコンらしさがある。おう。ヘイホー。なんで土下座投げてくんだあいつ。あいつ怖すぎだろ。あいつ怖すぎじゃない?で、こっち側に、あーあるね、あるね、オッケー。で、こっち側一定の、で、こっち側一定の、オッケーオッケーオッケー。で、こっち側、あー取れなかったか。オッケーオッケーオッケー。で、こっち側一定の、これどっち側にあるとかある?あー、あっち側にあるのね。だからこっち側にあるのかな。オッケー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 。で、こっち側一定の、はい、オッケー。で、こっち側行きの、これコイン取れるだいぶいいチャンスだから、かなりコインを大事にしていたいね。オッケー。これどっちだろう?こっちから。あ、こっちか。オッケーオッケー。で、こっちか。オッケー。で、こっちだな。オッケー。オッケーオッケー。いいよいいよいいよ。さあ、大ボーナスミニゲームというものを理解しております。さあ、これ端っこにもう行き過ぎちゃっていいね。端っこ行ったら勝手に取れるわ。オッケー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 。で、こっち取りの。あ、こっちね。オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。15個いい。みんな結構10枚以上取ってんね。さすが強えだぜ。え?一緒に吊るされてる。ね、おいえ、という、ルイージターンでございまして、まあ、ドッスンキャンディは使う必要ない。俺とみんなが大差ありすぎるからな。はい、オッケー。9、いいねー。マス目やけにいいの出るね、今作。前のスーパースターと1とか2とかばっかだったんで。あ、リフトタクシー20万進める。これいいよな。これ使った方が絶対いい。20万進めてもらおう。はい、お願いします。それじゃいきますよ。うお、跳ねるな。その体力を無駄に使うな。無駄に使うな、体力を。何こいつ無駄に体力使ってんの、俺の時だけ。やめろよ。投げ捨てられたわ。どっちぐで、何マス進める ?3、2、1。あ、惜しい!あの黄色のマスなんだ?あれなんだろうね。見るからにいい感じだよね。まがまがしい雰囲気はないよね。てか、クッパマスとかないのか、今作。あ、こいつ取ったな。おめでとう。素直に叩いてやろう。よくぞ、これ叩いたぞ。というわけで、支えられましたね。いやー、やるね、キノピオくん。ライバルはキノピオだね。最初のゆらゆらの意味あったのかな?まあ、いいか。すごい口の横にシワができてるね。ガリア、構え終わってくれるからな。二度と来んなよ。はっ!スキップしたな。ちゃんと勝手スキップしてくれるんだね、コンピューターは。で、何あれ、竜巻?ぐるぐるキャンディ。やばそうなもんゲットしてんな。
後半からキャンディの種類も増えそうだね。とりあえずはもしかして結構動画時間今28分ぐらいなんだけど、あれかもね、半分ぐらいしてもいいかもね。10ターンに1回とか、または結構20ターン長えぞ。まだ5ターンぐらいでしょ。だってこれ1時間ぐらいコースか。もしかしたら3本に動画分ける可能性あるんだ。みんな長い。またお前か、投げ急ぐんだろ。こいつモンテに賄賂払ってるわ。うん、意外と雑。こっちみんな、あいつ毎回こっちみんな。まあオッケーオッケーオッケー。で一番コインが多いのはキャサリンと、で4人用ね。まあまあ4人用って、2人用とかないのかな。2人用とかあってもおかしくはなさそうだけど。次なんだ、何これ。葉っぱで川下り、川下りって言われても。操作説明は、あ、縦持ちなんだ、横持ちかと思ってた。葉っぱに乗りながら方向を操作してゴールを目指そう。障害物に当たるとスピード落ちない、気をつけよう。なるほど。レバーを左右に倒して方向操作。あー、じゃあ、前に進むのは勝手に進むのか。あくまで左右に交互に振るだけでいいのね。沈む、沈む。どういうルートで行くの早いんだ。これ先にこっちが行った方がいいのか。オッケーオッケーオッケー。邪魔だな、お前。お前邪魔だよ。やべえ、ワリオが、あの野郎。逃がさんぞ。オッケーオッケーオッケー。で、こっち、とりあえずまっすぐ行くか。オッケーオッケーオッケー。で、こっち行って。なんでワリオこっち寄ってくんない？ぶつかったら落ちるだろうが、速度。で、こっち行って。やめろ、やめろ、ぶつかんな、お前。で、こっち行って、最短コース行こう。オッケーオッケー。ぶつかれ、ぶつかれ。オッケーオッケー。俺、ここの真ん中行くぜ。まずい、声の野郎。俺が先だぞ、オッケーロ。やったぜ、ルイージやったぜ。これもうゴール、どこゴール、あ、あの紐がゴールか。危な、ギリだったじゃん。あいつらどうなんの。そうか、竜巻のやつもあんだっけ、あのボーナスコインのやつ。最後、竜巻に飲み込まれる怖いやつ。あれも8のやつだったよね。いや、あれはね、新しい新作の方でリメイク出てるからね。あれはね、怖いよね。でも今回も永久に陸に上がれないようにさせられるんだね。怖すぎ。